皆さんこんにちは、エルザです。今回は初心者でも効果を実感しやすい迷った時につけておきたいギア紹介となります。プラをしているとギアパワー選びってとても難しいですよね。ギアパワーの数も26種類と名前から連想できそうなものもあれば、全く意味がわからないものなどもあります。しかも武器によっては推奨されるギアパワーもあったりして、効果を実感するにも難しいっていうところがありますよね。ということで今回は前衛武器と後衛武器をそれぞれしっかり使った上で、対面する上でどの武器でも迷ったらつけておきたいギアパワーを紹介したいと思います。あくまで初心者中級者プレイヤー向けの視点で話をまとめていますので、ギアパワーの参考にしてもらえれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初の候補は人移動速度ギアとなります。今回は異界移動速度ではなく人状態の方です。なぜ人速なのかっていうところですが、単純に人状態の時間の方が長くなる傾向だったため、恩恵を受けれるからっていう理由です。初心者視点などで考えるといいんですが、対面中の動きって基本は歩き打ちになるんですよね。上級者になってくればこれに異界移動やジャンプといった様々なアクションを取り入れていきます。ですが不慣れなプレイヤーの場合、異界移動を挟むというのは意外と難しいキャラコンとなったりするんですよね。そもそもフレーム単位のゲームでその判断を感覚的にするってかなり難しいことです。その点を考えた時、そもそも攻撃しながら足が速ければ自然と避けれるよねっていうのがあるので人速にしました。イカ速も問題はありませんが、対面という点を考えると人速がおすすめとなります。ただし注意もあります。それはスロッシャー系など効果が薄い武器には適さないという点です。このあたりは持ち武器で攻撃してみるとわかりますが、攻撃時に人速が全く変わらない武器というのも存在します。まあ、ローラーとか、チャージャーならチャージ中とか色々ありますね。このあたりだけはしっかり確認をしておきましょう。ギアのおすすめの数はメイン1個以上がおすすめです。あとは自分の移動感覚で調整をしていきましょう。続いての候補はインク効率ギア系です。足場の塗りとか色々してたらインク切れになるという方にはおすすめですね。というか、迷ったらすでにつけているギアになるのかなと思います。ですが効率よくつけるなら行動の傾向でバランスを決めるといいかと思います。若葉などを使っていて足場の塗りとか結構塗っちゃうなという塗り意識が高い場合はメイン効率を多めにしましょう。逆にボブを投げるのが楽しくてボブをちょこちょこ投げちゃうという人はサブ効率がおすすめとなります。まずはインク効率系をつけるにしてもどっちをよく使うかが大事になってきます。でも中にはどっちも多く使ってるなんてわかんねえぞという方もいると思いますね。そういう人は前衛武器と中後衛武器で分けるといいかと思います。前衛武器ならサブ効率、中後衛武器ならメイン効率という感じです。理由は攻撃の手段にインクが依存するからです。まず前衛の場合、メインで塗りは行えますが、射程の短さからサブによる牽制を行えます。こういった攻め方をするときはサブインクを抑えないと対面でインク切れが出てしまうんですよね。逆に中高衛武器はメインの射程を生かすためにメイン効率を積んだ方が攻撃回数を多くすることは可能です。いやらしい攻撃の時間が長く維持できるわけですね。逆にサブを使わないのでサブ効率がいらないということが多くなります。このような感じで自分の武器のタイプに合わせてインク効率系を選ぶと無駄を省けると思います。困った時は武器の射程で覚えていきましょう。ギアのおすすめの数はメイン1個以上となります。武器によって消費が変わりますので、物足りないならどんどん増やしていきましょう。続いての候補は相手インク影響軽減です。通称安全グッズですね。これは対面時に足を取られてスリップダメージを抑えるにはもってこいのギアとなります。そもそもスプラのダメージはインクを受けた時だけではありません。足元の敵インクにも乗っているとダメージが発生します。スプラはそのインクを使った対戦ということで、いかに足場を取られないかが重要となります。そのため対面に慣れていない場合は足場が取られていつもよりも少ない攻撃でデスをするということが起きてしまいますね。これを少しでも防ぐために安全グッズがとても重宝するというわけです。
また敵インクの上でも人移動が早い、ジャンプ力が高い、スリップ発生が遅らせれるという短い時間ですが恩恵があります。対面するときに敵インクに乗る時間はわずかですが、それで有利が決まることもありますので、慣れない人にはおすすめとなります。サブギアパワー2個で恩恵を受けれますが、そもそもギアのかけらがいりますので、思い切ってメイン1つつけてみましょう。続いての候補はスペシャル系ギアです。スペシャルを使う機会がそもそも少ない人はつけるのをおすすめします。プラス3に関してはスペシャルがどれも強力なため、スペシャルを使える回数というのは対面においてとても重要です。しかも射程が長いスペシャルが多いので、後方から支援する形で使えるのがとても魅力的と言えます。そのため一方的な対面をするのであれば、スペシャルを一定数使えるようになるギアはとても貴重と言えます。スペ系のギアは3つほどありますが、時につけておきたいギアはスペシャル減少量ダウンとなります。しかもサブギアパワー1個でいいです。この理由は恩恵の大きさがサブギアパワー1個でも十分だからです。基本的にディスした時のスペシャル減少量は 50% となっています。ですがサブを1つつけるだけで 41% まで下がるんですよね。めちゃくちゃ恩恵がでかいギアとなっています。もちろんメイン1個で 30% ぐらいまでとはなりますが、他のギアをつけた方がいいなとも思います。大量につけてもいいっていうわけではないってことですね。スペシャルは使いたいけどスペの抱え落ちをすることが多い人は、このギアをサブ1個でもつけるようにしましょう。逆に生存率が高いっていう人はスペ増を積んで1回でも多くスペシャルを使えるようにしておくようがいいと思います。スペの回数が多いっていうことは、それだけチャンスを作れる可能性が多くなります。ちょっとしたことですが、対面で有利の回数を増やすならスペシャルの回数に合わせて増加と減少を使い分けてみましょう。スペシャル増加量アップに関してはメイン1個以上がおすすめとなります。だいたい 10% ぐらい増加されますね。ということで、迷ったらつけておきたい対面が変わるギアについては以上となります。ラストスパートとかいった特殊なギアはたくさんありますが、まずは基本となるギアをつけて慣れていくということが重要です。メイン1個でどれくらいの恩恵があるのかを理解するだけで、その他のギアも使いやすくなります。まずは対面重視でギアを考えてみましょう。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。